いや,ーやばいよやばい,やばい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 うーんまいったなーどうすっかなうーん よしよし,よしはいどうもオ良しですあのー、ちょっとね今下パンツなんでねちょっと見せれないですけどあのー、やっちゃいましたよ今日いや何があってこう左足のねこう内ももぐらいですかねなんかねこう、ピキって言ったんですよね あの何もしてないんですよあの荷物とかね持ってた時じゃなくてあの靴をね履こうとした時にあのこうなんて言うんですか私ねあのかかとをね絶対潰したくないんですよ靴のねだからこうちょっとねこうつま先立ちになってねちょ,ちょ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 ってこう前に行,こう行って履こうとしてたんですねちょっと後ろに人がいたんで、えー、その時にですね、えー、ちょっとこうなんて言うんですかこう こけそうになったっていうかでそれをこうグッて踏ん張ったんですよでそしたらね内ももがねこう中腰ぐらいで踏ん張ったらね内ももがなんかプチって <laughs> めっちゃ痛いんですよめっちゃ痛いんですよで今これをねこれを貼ってたんですよ足に基礎にこう痛み止め鎮痛ですよね いやー参りましたよほんとにあのー、やっぱりね疲労溜まってるんでしょうねもう何もしてないのにね、えー、まさかっていう時にですよ体を痛めてしまうっていうねほんとちょっと情けないなーって思いましたよいやねそれだけだったらまだいいんですけど何がやばいかっていうとね 私実は6連勤なんですよねでその6連勤の今日は初日なのであと5日残ってるわけですよでこう大丈夫かなってちょっとね心配になりました今本当にあのー、階段をね降りる時はいいんですけど登ってくる時のこう足足をこう上げてグッと上に行く時にめっちゃ痛いんですよね今。 だから明日ね大丈夫かなっていうね心配がねうん今ありますはいあのよく言うじゃないですかあのピンチはねチャンスだとかね、えー、言いますけどあの学びました今日あのねピンチはね単純にピンチな時があるというふうにね思いましたはいいやうどう考えてもピンチでしょあと5日ですよ であのこの状態じゃないですかいやこれチャンスに変えれるどうどう変えるっていうねいやさすがのね私もねこれをチャンスに変える方法っていうのはねなかなか思い浮かばないっていうねえー、まあそんなね11時過ぎなんですけどねはいえー、明日もね5時半に起きてね、えー、と大阪の方ですかね、えー、行くんですけど いやーちょっと不安になってきましたね、明日大丈夫かなーっていうか、ちゃんとね、役に立つことがねできるのかとお思いまして、うん、だからね、またね、今からですね、あのー、ここにね、向かって痛くないと、明日までには治るぞと、えー、それはちょっとした勘違いだぞと。 お言い聞かせてね今からね休もうかなって思ってるんですけどうーんいやーほんとまあ先ほども言いましたけどえー、ピンチはチャンスといやー私もね散々言いましたよ、えー、でもピンチは単純にピンチな時はあるということですはいいやー参りましたね うーんまあでもなんとかなると思います。なんとかなると思いますっていうよりもなんとかします。はいもうね、いや、きっとね、あれですよ、あのー、仕事がパッと始まった瞬間はね、忘れてると思うんですよね。えー、なので、えー、一番心配ないのは明日の帰りかもしれないですね、はいえー。結構そんなことってないですか。なんかこう、試合とかね、始まるこう笛みたいなのがピッてなった瞬間にね、痛いところが痛くないみたいなね。 っていうののがあるのでたぶ、えーまあ、んな感じで、ね、多分明日た痛いのをね、忘れてね、えー、仕事をすると思う、うんですけどねはいうんいやあと5日やばいっすよねいやーあのねなんでそうなってしまったのかっていうといやなんでっていうのは6連勤ですよ 6連勤なんでかっていうとあの12月のねシフトを出してくださいとこう言われてるんですねで、えー、初めてじゃないですか出すのがねでまあ適当にねこれぐらいで、まあ、3日行って1日こうちょっとね休ませてもらって、えー、4日行ってみたいな感じでねで、えー、2日休んでみたいなねそこでこう回ばっちり回復してみたいな で,やってたんですよ。で12月のシフト自体は完璧だと思ってたんですよ。ところがですよあの <laughs> 11月の後半のことを忘れてたんですよねえそしたら3日3日でえっと結局ここがねえ6日になっちゃったとで今日がその初日だったっていうことなんですよやばいですよねえ爪が甘かったですよう 明うんまあえー、っとまあそれはいいとしてですねうん、まあ、今日学んだことっていうのはあのー、やはりね疲労ですよね疲労が良くないということですよ。あのー、本当にこう些細なこといつもは何ともないところでね、えー、こう体をね壊してしまう場合があると。 いうことなので、やはり、健康っていうのはね、大事だなというふうに思います。はい、えっ、ー、と、何、日本ぐらい前ですかね、えっ、ー、と、まあ、時間とかね、えー、お金って大事、1本前ですかね、えー、時間とお金って大事って言いましたけども、えー、ここでね、もう一つ、こう、プラスされるわけですよ。はい。えー、この人生においてですね、えー、何が大事だと。 こういうところは、時間、お金、健康というふうになってくるわけですよねえ。まだ他にもあると思いますけども、とりあえずこの3つはですね、うん、今ね、えー、今一度ですよ、しっかりとね、味わってるような感じです。はい。ああ、はい。もう本当に3つ大事ですよ。えー、一応ね、もう一つあるんですけど、えー、それはね、 また別の機会にね、えーまあ、それに本当に遭遇した時にですねまた話せたらいいかなというふうに思うんですけども、えー、本当に健康は大事ですので皆様も是非ですね、えー、無理しないようにですね、うん、こう疲労っていうのがたまる前に、えー、何かね対策をしていくことがとても重要じゃないのかなというふうに思います。 このね、こ何の動画だよっていうねよくわかんないもう毎回毎回ですけどもいい加減ね、えー、何かちゃんとしたね <laughs> 有益なコンテンツを作れとツッコミがね入りそうですけどもまああのーまあ、私の場合は別にねこうこれといって、えー、何々はこうみたいなね話をしようとしているわけではなくて、うんまあ、Vlog ですよねはい。まあ、Vlog の定義 あんまり分かってなないんんですけどうんなんかこうある,あるがままっていうかあそれをこうとただ撮っていくっていうかまあそれが Vlog って言っていいのかなみたいな感じなんですけどもいやーはいえー、まあだからねまあこんな感じで、えー、毎回ね撮っていくのでうんどうなのかなってね えー、毎回毎回言ってますけど本当にどうなんだろうっていうね、えー、一体こ,れこの動画を見てね、えー、何をどう楽しめるというのかというふうにこう本当に毎回自分でもこう思いながらね自分で自分にこうツッコミを入れながらですねこうやってビデオを回してるわけなんですけどもいやまあでも今日はね、えー、一つね健康って大事ですよと。 いうことを言えたからいいかなって思うんですけどうんいや本当にそうですよあの疲労ねえたまる前に、えーまあ、体の疲労だけではなくてえっ、ー、とこの心であったりいいですねこメンタルですよねメンタルも同じように、えーまあ、同じようにっていうか同じことがね言えると思うので、えー こう何かこういっぱい、ね、溜まってしまう前にこう何か転換できるようにですよね、えー、回復できるようにとい,い,いう何かを、ねえー、常にこう持っておくとおそのこれさえすればね、えー、大丈夫だよと復活できるよというような、ね、ことですよね、まあ、特にメンタルですよね。 えー、回復できる何かっていうのをしっかりとね持つことが重要だと思いますので是非もしですね、えー、持ってないということがあればですね必ず持つようにしてほしいということです。はいまあ、私の場合はねそんなにんこれっていうのがあるわけではないんですけどあのー、まあ瞑想ですね、えー、私の場合は、えー、瞑想でこう全てをね こうパーンとととクリアにしていくといくうことです、まあ、あとは食べることですかね、えー、食べることって、えー、とてもね好きなので、えー、ご飯をね、えー、美味しく食べてですねうんなんかこう疲労ですよね、えー、心と体の疲労をね取っていくということをやってますけどもいや本当に、えー、してほしいですねで体の方はやっぱりね、えー、疲労がたまってしまう前に、えー しっかりとね、こう休めるように心がけてほしいなと、本当にそう思います。いやー、本当情けないですよ。まさかね、あの靴をね、こう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 いう感じでちょ,ちょ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 って前に出て、ちょちょ一瞬こっちがこう蹴って成りかけたのをこう打って支えたんですよね。本当それだけですよ。それだけでこう内腿もものねここの筋がね、ぶちってあの。 もうねもうショックでね本当にうーんまあ疲労プラスアルファですね、えー、年齢的なものというところありますよ本当情けないですけどねいやーまあそれも含めてですねまあこういうことにならないように徐々に徐々にですね、えーまあ、鍛えていくということをね えやっていいきたいなといや本当に思いますし、えー、あとはやっぱ朝ですね、えー、とちょっと早めについてるのでその時にしっかりとねストレッチをねこれからしていこうかなというふうに思いますはいということで、えー、もう13分になってしまいましたけども、あのーまあ、相変わらずね内容が薄いというところなんですけどはい、えー、またね明日も頑張っていこうかと思います でえー、私がね一体明日どうなったんだと <laughs> いうところをもし気になっていただけたら,たらですよはいまたね見てもらえたら嬉しいなというふうに思いますはいでえちょっとね、えー、私のこう体の変化をですね、えー、楽しみにしてくれる人が生まれてきたら嬉しいなと思うので一応ね一応また今日脱いできますよあんま変わってないですよねあんま変わってないですかあんま変わってないですかね いやでもちょっと変わってきたんじゃないですかやっぱりこうとこう幅が出てきたような気するんですけどねあのはいいやお風呂入る時ねもうすっごい最近楽しみでねあの服脱いでお風呂入る前に鏡の前でねうん <laughs> <laughs> みたいなね <laughs> ちょっとバカなことやりながらお風呂に入ってるわけなんですけどいやー <laughs> いや本当楽しみですよ、ジェームスボンドね、はい、いできるだけ早くね、えー、あの体になりたいというふうに思ってますので、えー、と明日も、ね、気合い入れて頑張っていきたいと思います。えー、土曜日ですけど、えー、休みの方も多いと思いますので、えー、ぜひですね、えー、私のようにならないように、ですね体、しっかり休めていただけたらいいかなというふうに思います。 はい、じゃあ明日も早いので今からね、えー、速攻で寝てね明日も5時半に起きてちょっと大阪の方頑張って行ってきますさよなら